ずだよな。これでナビアたちもきっと多少は楽になったはずだぜ。確かに他にも爆弾が仕掛けられてたらまずいもんな。じゃあ行こうぜ。ティエリーから聞いたが、今は敵対関係にあるとはいえ、昔はスピナディロースらの仲間だったそうだな。この件について直接協議して解決する気はあるか？あいつらと交わす言葉なんてないよ。恨みや怒りがあるからって人々の安全を完全に無視するような連中がまともに会話できる思考回路を持ってるとは思えないもん。法律にのっとって相応の措置を取って、スピナディロースらからは何のコメントもないから。分かった。この度のご協力に感謝する。おかげで甚大な被害が出ずに済んだ。さあ撤収だ。奴らを全員連行しろ。やったな、ナビア。オイラたち守り通せたんだ。お前本当にすごかったぜ。そうね、本当間に合ってよかった。元素力を使いすぎたせいかも。私は平気だから気にしないで。普段ならこういう風に褒めたら絶対にドヤ顔で返してくるはずだろ。いつものナビアと違ってなんか変な感じだぞ。ボス、ポワソン町に潜伏していた者たちも全て捕らえました。出立艇に連れて行ってもらいます。今回ロムーフたちが総力を挙げてことに当たっていたおかげで一網打尽にすることができました。これからは頭を悩ませる必要はなくなるでしょう。そっか、そこは良かったね。コルタ、あんたの考え理解できないわけじゃない。失われたものは取り戻せないからこそより大切に見えるものよ。私はカーレスじゃないし、これからもカーレスになるつもりもない。あんたが愛するスピナディロースらとポワソン長はもう二度と戻ってこないの。それでも私は考えを変えたりしない。これは最初からやり直すチャンスでもあるから。今後スピナディロースらは稼いだモラをポワソン町の整備にもっとつぎ込むし、私も純粋線の路線を変える方向で動いてみるつもり。いつかポワソン町のみんなも純粋線の恩恵を受けられるようにね。言いたいことはわかる。
カーレスさんなら決してこんな風に話はしなかっただろうな。だがどうにもならないことがありすぎる。お前も俺もだ。あんたはもうスピナディロースらの一員じゃなくなったけど、あんたが再び自由を手にした日に、もう一度ポワソン町に帰ってくる気になったら、こっちは歓迎するよ。ありがとう、ナビア。ボスはやはりお優しいですね。運には恵まれないけどね。ありがとう、クレメンタイン戦を守ってくれて。正直言うと私怖かったの。カーレス戦をいつ復活させられるかもわからないのに、この上クレメンタイン戦まで壊されちゃったら、もうどう向き合えばいいかわからない。名前はある種の刻印なの。毎日見えるクレメンタイン戦を失えば、きっとまたママを失った気分になる。でも今もクレメンタイン戦はちゃんとあそこにある。本当によかった。なあ、一体どうしちゃったんだよ。疲れてるっていうよりなんか落ち込んでるように見えるぞ。ボスには少し時間が必要ですね。うん、アンガトね、ちょっと手を貸してくれる？なんだか力が抜けちゃった。旅人、聞きたいことがあるの。絶対本当の気持ちを答えてほしい。あんたは本心から私を相棒だと思ってくれてる？もちろん。そっか、よかった。そう言ってもらえて本当にホッとしたよ。調子はどうだ？休んでちょっとは元気になったか？うん、ちょっとはマシになった。でも多分あと1日か2日くらいは欲しいかも。ごめんね相棒、さっきは変な話をしちゃったけど気にしないでね。今までは私もそう思ってたよ。でも私って多分自分が思うほど強くないのかも。コルターがパパとママ、それからマルシラックとシルバのことに触れたでしょ。まさにあの人たちのおかげで私は今まで生き抜いてきたんだ。あの人たちは後悔してないのかな。私がこうして生きてることで一体誰が幸せになれたんだろう。そんなこと考えるなよナビア、お前は十分よくやってるぞ。他のやつのことなんか知らないけど、オイラもこいつも永遠にお前の味方だからな。こうなったらもうこれ以上隠しておくわけにはいきませんね。ボス、私も黙っていたことがあります。皆さんどうぞついてきてください。準備が整っている頃でしょう。私もうこれ以上の真相には耐えられそうにないよ。どうかご安心を。きっと嬉しいサプライズになると私が保証しますよ。
いざ。揺らぐことなし。いや。みんな揃ってどうしたの？これ何？町の皆さんがボスのために用意したプレゼントですから、ちゃんと完成してからサプライズでお送りするつもりだったのですが、状況が状況ですし、ボスがこんなに落ち込んでいる姿は見たことがありませんからね。先にプレゼントのデザイン図だけをお持ちしました。私そんな目で見てわかるほどヤバかった？準備はいいですか？布をめくりますよ。うん。ママ、それに私も。クレメンタインさんの姿は昔の写真や皆さんの印象を参考に描かれたものです。これってまさか前に言ってたあの彫像のやつじゃないか？ご明察。実は彫像のデザイン案はとっくに決まっていて、すでに制作していただいているところだったのです。ボスに悟られないようポーズ決定についてご相談した次第です。カーレスさんとクレメンタインさんだけじゃダメだろう？まだ若いのに、ロシのことといい、ポア村長再建のことといい、ボスの努力をわしらは全部分かっとるからな。彫像を建てるにふさわしいと思います。昔のことは知らないけど、今のスピナディロースラがいいとこだってことは私にもわかるよ。ナビアが言ってくれれば私たちも安心できるわ。皆さんがここに集まってくれたのは、ボスに伝えたいことがあるからです。私たちは過去の繁栄に夢を見たからではなく、ボスを信じているからこそここに残ったのですよ。オイラとこいつもそうだぞ。あんたたち本当にありがとう。みんなの好意無下にするわけにはいかないね。本当とんでもないサプライズだよ。夢にも見なかった、ママの隣に立てる日が来るなんて。安山八九。いや。